はい、どうもこんばんは、グミです。今日はですね、幽霊列車っていうホラーゲームですね、やっていきたいと思います。お願いします。田中圭介42歳、性別男。音でかっ。あ、すごい。知る。うん？猫？猫カフェ？すっごいやっぱリアルです。何？まだ列車が来るまで時間がありそうだな。タバコを吸う余裕がありそうだ。喉も渇いたし、とお腹が痛くなってきた。この時間はいつもお腹が痛くなってしまう。すごいすごいすごい。ちょっと待って、すごっ、すごくない？うわ、綺麗な、あの汚いんですけど、あのこれなんていうの、つやめき、なんかもうキラキラしすぎて何かよくわからん。やっぱなんか普通に男やのに、主人公普通に女子トイレ入ってしまった。誰や、掃除途中やぞ。お、開けれる。お腹痛い言うとったもんね。え、どういう感じ？何したらいいのこれ。あ、これか。はい。やたらとリアルな。入ってるわ。まあね、まだ普通の怖くないあれですね。タバコ吸うのと喉乾いたやつだね。よし、すごいね、タイルのつやめき。何これ、ガッチさん、すごー、こんな、あ、落ちひんようになってんね。オリジナルステッカー、サラリーマンズ幽霊列車バージョン、数量限定、早い者勝ち。ゴリラでも幽霊列車に乗れますか？え、癖しかない。はい、ん、暗っ。うん、ピッピも出たし、タバコも吸ったし、お茶も飲んだし、強かった。タバコってみんな何分ぐらいや？ 2,3 分？はい。しゃあ、行きまっか。すごいね、猫推し。すごいすごいすごい。後ろらへん乗っとく？はい、では。
俺は気に入っている席がある。2両目の左のシートの奥の角。2両目、これ何両目？お、人もいる。えらいつま先立ちやね。なんで？こんにちは。すごい、広告とかもちゃんと。あれ、これ2両目？ここ何両目？あっち側ってこと？え？どれが2両目？どこをどう見て？一番奥のって書いてたよね。向こう側かな。じゃあこれか。はい。え、待って。おい、びっくりした。今駅通り過ぎなかったか。あの駅俺の降りる駅なんだけど、俺の見間違いか。仕方ない。あのいつもいる女の人にちょっと聞いてみよう。ちょっと待って、そんなことより顔にセミ止まってたんですけど。すいません、ここ何駅ですか。すいません、さっきの駅通り過ぎましたよね。通り過ぎましたね。でも私が降りる駅はもっと後ですし、疲れていて報告する気にもなれないんです。さっき通り過ぎたホーム、それが俺の降りるホームだった。この状況ではタクシーを呼ぶしかないな。でも必要ではあれば運転手に話しましょうか。なんて思いやりがあるんだ。彼女が疲れているのは明らかなのに、目が疲れているのを物語っている。いやいや、自分でどうにかします。わざわざあなたにしていただくなんてできません。俺が行ってきます。ここにいて休んでいてください。わかりました。ちょっと待って、こいつら運転手に話しかければ電車止めれると思ってるのか。マジかよ、そんなルール知らんぞ。ちょっと運転手さん、駅通り過ぎたんですけど。ここか？ちゃうやないかい。あっち側？それよりも顔にセミ止まってたんですけど。ん？え？何の音？まあいいか。ん？何の音だ？エボリューションオブフィッシュ。生アジ。アジと。ちょっと。急になんかリアルな。誰だ？あ！え、ちょっとわからないな。理解が追いつかないぞ。セビが逃げ出したっぺ。3匹も逃げちまったっぺ。どうやってってぺ。俺は急いでるんです。そこをどいてくれませんか。逃げられたぺ。とても気分が悪いぺ。なんということだ。彼に言葉が届いていないようだ。セミは昔から大嫌いだ。嫌な昔を思い出す。セミは嫌いだが腹をくくるしかない。セミを3匹取ってこよう。なんで
どうしてそうなって。セミね、どこにいるのかしら。あ、1、飛んでるよね。え、何あれ、これ、鍵、鍵かな。セミ、なんか自分の鍵なんかよく分からへんな。セミ、足から行くか。セミどこや？結構見つけるの難しそう。気のせいか。あ、なんか影。お、大丈夫。ドアはどこかな。そんなこんなしてるうちにもう止まりそうやけどね、電車。お、ほらよ、3匹いなくなったっぺ。あれ？あ、なるほどね。どうだ？お、よくやったっぺ。ん？茶色がいるっぺ？とても気分が悪いっぺ。知らねえよ。いや、怖っ。こ、顔ないし、ほんで。前見えな。おい。ん？どうされましたか？どうしたかだって？列車を次の駅で止めてくれ。俺が降りるはずだった駅に止まれなかったんだ。ああ、そうでしたか？ぼーっとしていたのかもしれません。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。この件に関する賠償金をお支払いいたします。ここに連絡先を書いていただけませんか？え、そんな感じ。フェードアウトが遅い。鉄道会社にクレームを入れようとは思わない。え、何か事件が起こっているわけではなくてよかった。今回は許そうと思う。それよりも明日の仕事が憂鬱だ。俺はなんて人生を送っているんだろう。なんか今んとこまだあれやね、ホラー要素はそんなに。お、これ自分の駅か。違うんかな。これはいつの話や。列車来るんかな、また。とりあえず端っこまで行ってみる？またこれ入れんのかな？あ、入れるわ。一体時系列はどうなっているんだ？チカチカしてる、めっちゃ。
何かが映ったりするんかな、ここにピュンって。はい、お、電気消えてる。また飲み物買う？この時間はいつもお腹痛くなるとか言ってたしな。トイレかな、また。すごい反射。あー今日もなんかいそうやな。はい、なんか男の人ってさ、ほんまに近いよな、なんかいろいろ。トイレも、あれ今日は流せない。はい、なんかうんちとかすぐ出やん。ちょっと汚い話やけど、来ますかね電車。お、来た。一日経ったってことかね。次の日かな。で、二車両目の奥の椅子やね。あ、今日足組んではるわ。正直彼女がここにいると安心する。彼女と話してみようかな。えらい顔白いけど、いつもだったらこの人と話そうとは思わない。でも一度話してしまったから話しかけやすいような気がする。昨日の事件のおかげだな。ねえ、昨夜無事に帰れましたか？はい、残念ながら。どうして残念なんですか？俺でよかったら話を聞きますよ。ありがとうございます。でも今更話すなんてことありません。手遅れ。でもちょっとだけでいいんで。話すだけなら手遅れということもないのでは？いいえ、遅すぎます。ごめんなさい、大変だったんです。私はもう話したくないんです。許してください。わかりました。もう何度も会ったことがあるのでわかっているかもしれませんが、普段もこの時間の電車に乗っています。はい、覚えておきます。いや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 、日本語おかしすぎるやろ。あ、向こうに人いるね。まあとりあえずここ座るか。お、なんだ、でんで、なんてこと。女の子一人こんなところで何をしてるんだ。子供はこんな遅い時間に電車、列車の中を歩き回ってはいけません。パパ、パパじゃないよ。違ったみたい。そうだね、パパのところに戻ったら。あのね、それなんだけど、パパがどこにいるのか思い出せないの。窓で見たセミを追いかけていたら、知らないうちにここに来てしまっていたの。おじさん、パパを一緒に探してくれる？うわー、優しい。パピーね。なんだこのイガグリ坊やみたいなの。頭の形綺麗やね。はい、行こうか。おー、パピーちゃう、あれじゃんか。パピー、パピーちゃうか。お、パピー
じゃあ、お、立ってる人がいる。皆さんは電車は立つ派ですか、座る派ですか。あ、パピー、パピー、え、坊や、え、坊やがいないんだが、なぜだ。もういっか。寝てる？誰か寝てる？ちょっと謎やね。パピ？違う。パピいないよ。てか坊やもいない。坊やどこ行ったん。なんかこの辺いびき。え、嘘だろ。う、酒臭い。ん、震えている。は、何をしてるんですか。俺をこっから出してくれ。どうかしましたか。この列車で俺は見てしまったんだ。本当なんだ。何を見たんですか。わからない。この世のものではなかった。彼はひどく言っているようだ。こんな話は付き合ってられない。何か見つけたら俺も教えますね。ところであなたはこの女の子を知っていますか。あ、女の子なんや。どこで寝てますの。てかガールいないんだけど。全然話しかけても答えてくれないし。っていうかこの列車に乗ってるサラリーマン全員同じ顔ですよね。あ、おったわ。あんたついてきとんちゃうんかい。パピ？パピいないね。パピいないよ。おじさんに話したいことがあるの。言ってごらん。パパの顔を忘れちゃったみたいなの。忘れた？パパは毎日スーツを着ているの。だからおじさんも同じような服着てるから間違えちゃったみたいなの。パパの顔わかんないからパパみたいな人に聞いてみるしかないと思う。そうか。もう一回行ったらいい？とりあえず。え？あんた先ついてきなさいよ。パピー？違う。パピか。すいません、ちょっといいですか。この女の子知ってますか。いいや。その子どうしたんだい。この子がパパといたって言うんだけど、一人なんだかよ。幼い子供が一人なんてありえない。最近の親はどうなっているんだ。君その子をよろしく頼むよ。あの人かな。じゃあすいません、ちょっといいですか。この子知ってますか。いい、知らないな。あなたがその子の父親と思っていたのだが、しばらくの間その子があなたの隣に寝ているのを見たよ。懐かれているようだな。母、何を笑ってるんだ。彼が俺がこんなことしたくてやっていると思うのか。あんたパパ誰や。パパ全然おらんけど。まさかおめえが。あのいっちゃん奥かな。すいません、この子知ってますか。知るか。それと話しかけるな。なんだよ、パピいないね。
一旦全部話しかけたけどな。パパどこかな。なんか一瞬リヴァイ兵長に見えた。パピねー、いないね。あ、リトさん。ついてきてるよね。ついてきてんね。いないね。すいません、ちょっといいですか。この子知っていませんか。何？わからないな。え？え？どこ行きますね。え？おお、これいざなわれるんちゃうんけ、あちらの世界に。あなたが父親であることを知りませんでした。いいえ、違うんです。この女の子は私の子ではありません。その子はあなたと何か関係があるんですか。いいえ、ありませんよ。なんで彼女はあんな顔をしているんだ。それじゃああの子はその子の何なんですか。あなたはその子の何なんですか。この子はパパを一緒に探してほしいというのを探しています。そうなんですね、勘違いしました。女の子をさらったのかと思って。ああ、おい、いないぞ。あれ？え？ちょっと何してんの？あ。これは完全にあちらの世界へ誘われるやつですね。キャー！早っ、あの子。もうだって乗客いないもん。もう完全にこれあれやん、ねえ。あんないっけ、あれ。あれ、なんていうの、如月駅や。ああ、もうこれ完全にいざなわれるわ。ちょっと、あの子どこ行ったん？あ、あなたはいるのね。え、大丈夫そう。落ち合ったけど。え、ここが俺の降りる駅だ。それにしてもあれは一体何だったんだ。夢だったのか。夢と現実の区別もできなくなっているのか。疲れすぎているのかもしれないな。やばいね。7月26日。なるほど。あれ？待って。いつも逆走してた、これ。やべ。こっちから通ってなかったよね。やだ、逆走してたわ。いついざなわれるんやろうな。そろそろいざなわれるんやろうな。今日もじゃあおトイレして。はい。あれ？出れない。え？
え、やだ。出る。はい。もう、いやー、トイレってなんでこんな嫌なんやろな。なんでやろな、これ。やだわ、ほんと。で、とりあえずお茶飲んで、このルーティーンってか、あっこの電気ついてんな今日は。なんか地下鉄にしてはむっちゃ広いよね。はい。今日はチカチカしてへんの？あ、チカチカしてる。うわー、これなんか映りそうやな、いつか。なんでタバコ吸うときだけいつもチカチカすんやろ、こう。お、切れた。はい。完全に切れたね、電気。こうなんか映りそうなんよな、こう。今んとこまだ何も起こってないけどね。あ、いない。いつもの彼女が乗っていない。お、定位置なんかおんな。なんだこりゃ。え、なにこれ。なにあれ。え、なにこれ。え？赤ちゃん？パンの祭典。すいません。くせやな、だいぶ手抜いたな、このポスター。なんかいつもの人がいないっていうだけで。一気にあれやね、なんか寂しくなるね。お、なんか景色が。え？え？なんだこれは？どうなってんだ？停電か？今何時だ？ 2 時半！到着時間はとっくに過ぎているじゃないか。これは運転手に話すしかないな。こっちですか。うわ、すごい。でもなんかむっちゃ綺麗、トンネルの中って感じ。落ちちゃうわ。え、むっちゃ綺麗くない？なんか旅行行く時のあのトンネル。あ、1って書いてる。ここに書いてたんか。へえ、すごいね。に、何両あるんやろこれ。
が全然いない。そんなことあるんか。なんかさ、お正月元旦ってさ、なんか電車一日動いてるやんか。あれってどんな感覚なんやろうね。乗ったことなくてさ、行けない、え、行けないんですけど、どうしたらいいの。なんか目おかしいなりそう。いけないんですけど、なんか怖くなってきた。ありそうありそうこれ。美味しそう。人参？あ、ちょっとなんか違うな。想像してたのと違ったわ。え、待って待って待って、え、どうしましたか。どうしましたか。だってこの状態変だとは思わないんですか。運転手に話したのですが、ドアには鍵がかかっていたんです。どうしてそんなに教えていられるんですか。何か聞こえませんか。え、何ですか。どっからか音が聞こえませんか。音が聞こえるならどんな順番で聞こえるか教えてください。え、どんな順番で。え、なんか海、海、え、どういうことどういうこと。おお、森林みたいな。海、ここは2番が海。1番。祭り。なんかね、録画中にちょっと不具合があって一回切って撮り直したんですけど、なんか順番ランダムみたいですね。鐘の音に変わりました。1番。ここがセミか。海、カネ、セミ、海。祭り。森林。カネ、セミ、海、祭り、森林やね。このお祭りの音いいな。海とか雨の音もいいよね。はい、じゃあ金寺カネセミ。あれ、これどうやって選ぶんや。
やり直す。ちょっと待って、どんどん近くなるし、これ顎長くない？この人。テラ、セミ、海、祭り、森林。これどれが決定なん？決定があれば。あれ？決定がわかんないな、これ。ん？テラ、羽、セミ、海。祭り、森林。お、少しヒントを差し上げましょうか。この列車におじさんが乗っています。彼が何かを知っているはずですよ。へー。